さて、またまたこの場所から。こっちはね、もう大して火はっていうか熱は入んないんだけどさ、とりあえずできるだけなんか長くやった方が美味しそうな気がするんでやってます。で、こっちがあのパン粉と水をただ練っただけのものももうそろそろできてそうなんで、あっち、なんかサイゼリアあたりで買い、見たことがあるようなないような不思議なものがあっちできました。こんな感じ。いちいち見ながらやってたからね、いい感じの色具合です。硬い、あっち、こんな感じのなんか不思議なものができました。どうなんだろうね、これ練っといてやっぱ一晩ぐらい置いた方がうまいんかな。なんかそんな感じだね。気が向いたらやってみましょうか。こっちは？なんかゴトゴトいってる。お、火入ってるね。もういいや、開けよっか。そんな引っ張ってもしゃあねえし。あのね、何かっつうとね、でーん、てるれってってってれーってるれって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 るれってーてっ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 てさらばー地球よー。というわけで開けます。てれってー、あれ、まだいまいちかも。あのね、カレーの予定なんだけど、どう？カレーに見える？飴色玉ねぎとじゃがいもとウインナー、その他香辛料を入れました。まあやっぱ片栗粉いるな。片栗粉って英語でなんつんだべ。パン粉じゃダメだったからな。とろみがね、とろみでしょ、やっぱり大事なのは、うん、とろみがね、ちょっとついてないね。まあこんな感じで料理をしながら片付けとかもしつつでした。でした、正解はカレーというか、誰も予想ができたと思うんだけどカレーでした。以上。